外部ソースのペイントボールジャパンさんのホースですね。ホースとあと MWS のマガジンアダプターを買ってみました。でこれが同じハンドガン系のアダプターになってます。これの MP5 の電動のマガジンが使えるやつで、このタイプだとちょっと止まれてみます。こんな感じでこことここが差し込んで、このタイプだともうストレートに球弾孔がなってるんで、多分不具合とか普通になく使えてるよね。ただこのタイプだとあのお店の人も言ってたんですけど、やっぱ要加工というのが前提になっていて、この弾はまっすぐ来て、でこっからちょっと角度がついてこういう感じになるん で、ここがこちらとこうまっすぐ来て、まっすぐになってるところでこれがこういう感じでまっすぐでちょっと斜めになってるんで、ここの部分がちょっと角度がこういうな風になってるんで、このまま使うと弾が詰まっちゃって何発か打ったらもう弾が上がらないようにやっぱりなっちゃいました。なのでこの穴の部分のこうなってる部分のここの部分を結構ヤスリでここから突っ込んで単純にまっすぐになるようにゴシ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 ってやったら、普段マガジンだったら普通に弾が出た問題なく使えました。はい、こんな感じでなります。ちょっとやっぱりあのマガジンが長く感じちゃうと思うんで、この電動の多段マガジンはショートとかだったらもうちょっと見た目が良くなるかもしれないです。で自分はあの家にあったダブルベルの多段を入れてます。で弾は丸いの 0.25 今入れました。でフィールドさんによっては外部ソースが解禁になったけど、まあ、0.25 が、まあ、78だったり77までの初速がしか使えないっていうところもあるので、そこはあのフィールドさんのルールに沿ってデチューンが必要かもしれないです。外装です。やばいっすあ、たらんのに今日引いてあります。あ、もう引いてあります。あ、強いんだよ、ちょっと強くない。